ポロです。チェロです。ポロチェロよどうこのポロの企画スライム風ちょっとね、無駄にかっこいいオープニングにしてみたいけどね、ちょっとね、やっぱああいうの作るとさ、まあちょっとあんまり時間かけてないんだけど、なんかもうちょっとこう動画の技術を磨きたくなるよね。そっか。なんかイメージ的にはこうプロレスのさ、ちょっとオープニング的なね、感じにしたいなと思って、こう光を入れたりとかさ、ちょっとね、技術力不足であれが限界ですね。いやいや、十分なんじゃないですか、私たちの中ではね。まあちょっとみんな、って思ってくれたかなと思うよね。いつもと雰囲気違うみたいな、ね。そうで、かっこいい音楽になってたからね。まあね、オープニングでもあったけど、まあ、ついにこの日が来ましたと。来ましたね。アンバルとジャスティス。まあね、アンバル、まあどっちでもいいんやけどね。まあでもアンバルを、まあ、ポロと二人で持ってたら、まあいろいろこう、企画の幅が広がるかなと思うんやけどね。そうだね。で、まあ今回ピックアップされてるんで、早速弾いてみましょうか。はい、弾きましょう。ポロも弾くんだっけ？ポロはジャスティス狙い？そう、ジャスティス未来ね、チケットを2枚使わせてもらおうかなと思ってます。まあでもね、今日グラスマ TV で新キャラ来るって来とったっけね。それを差し置いてこれを引くのかっていう、すごいもう葛藤が半端ないけどね。いや、私たちはこれのためにね、今までやってきたって言っても過言ではないですよ。過言やね、それ。じゃあ行きますよ。おっと、はい、アンバルが出たら大変。ジャスティスよ、私の狙いはね、いきますよ、えい、出て、あ、なんかこれえいや、光ってなかったいや、目の錯覚やろ、完全に錯覚か。まあ、出ませんよね。ですよね。あ、まあね、この前はちょっと暑すぎたけね。そうだね。いきなり来たもんね。ラスト？もうすでにラストです。早いね。あー、ダメか。あ、そうだよね。あー、残りの石使いたーい。いやいや、それはもう我慢やね、さすがに。そうだね。まあね、ホワイトデーということで、二人ともメンズでしたよ。早くも終わりました。早いね。じゃあ今度俺、お願いしますね。そうやね。はい、まあね、やりたさ半分やりたくなさ半分っていうところやね。あれれれれ、おかしいですよね。まあ、こんぐらいのねテンションの方がね出るもんよ。あ、なるほど、作戦ですね。そうそうそう、俺は無欲だから、このこいつがさ誰が映ってるとかそんなのにこだわらない。どうしたんですか。無欲。今日のね、今日は無欲。これでいきますよ。いいですよ。いいですか？弾いてもいいの？本当に。いいですよ。いいの？いいですよ。ラメさんになりました。いちいち戻す。じゃあいきますね。どうぞ。はい。じゃあいきまーす。いちいち戻す。あー、弾いてしまった。頑張れ。あー。うわー、これさ、ジャスティス、アンバルで選んで爆死ってもう相当きついよね。きついね。頑張れよ。頑張れ俺。まだわかんない。青くなってるよ。これワンチャンあるね、ワンチャン。出たワンチャン。無欲とか言いながらね。いや、それはね、10連回す以上欲はあるよね。煩悩は少なからずあるよ。いくよ。どうぞ。まあこれは何かしら来るんじゃないですか。あ、演出ない、ここから先。あれないね。でも、ね、青とピンクだから絶対。なんとも言えん、なんか感じやな。そうだね。ああ。これってピックアップされてないしね。お前、いい目をしてるな。気に入った。俺に任せな。手貸してやる。よかったね。え、これで終わり？あらー。
まあ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 、でも出ただけいいよね。うんうん、そうだよ、爆死ではないですよ、うん、持ってないしね。そうやね、しかもスパイクワープだからね。うん、でもフォローこれ使ったとこ見たことないけどね。うん、あんまり使ってないよね。スパイクワープはソフィアとか。ああ、まあまあまあね、まあいろいろジディアとかいるからさ。じゃあ俺もこれも回しますよ、ね、お、そうですね、もしかしたら出るかもね、うん。ああ、ちょっと光っとったけさ。そうね。ドラマが待っとんかなって思ったんやけど。まあでもさ、結構すごくない？俺外れてないよね。今年、そんなに。うん、そんなに外れてないよ。何かしら当たってるじゃん。うん。そうですか。まあまあまあ、そうですね。まあまあ、そうですね。そんな簡単に出たらもうみんなもっと落ちる話やけね。そうそうそう、みんなコンプリートしてますよ。築城イケメン。ああ、もう全部なくなった。うん、まあ、あとはね、もうちょっとランクまでもらえるはずよ、いっぱい。ここでさ、だって今、何個これ、うん、100個もらえるでしょ、うん、310個になるけね。あとは不具合で200個ぐらい来るかもしれんし。最近ね、不具合があってもそんなにいっぱいもらえないですからね。うん、そうね、うん。あー、出らんか、やっぱ。あんな大げさなオープニングして出らんとか、マジ寒いよね。寒いね。まあ、私たちらしいじゃないですか。うん、そうやね。まあ、挑戦することに意義があるからね。そうそう、そうなんですよ。チャレンジ精神よ。うん、ただね、もう俺たちが今度ガチャを回せる日がいつ来るのかっちゅうとかやけどね。じゃあもう使っちゃいましょうよ。いやいや、それはないやろ。なんでそういう発想になる。いや、ここは出しときたいじゃないですか。まあ、出しときたいけど、ちょっとね。まあ、それか、あ、まあ、ハンター応援パックは意味ないか。あ、でもジャスティスはもう入ってるんじゃん。アンバルとジャスティスは。入ってるけど、ピックアップはされてないじゃん。でも応援パックはピックアップなくない？うんうん、そう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 。だけどもう最悪ね、どうしても欲しいときはまあこいつ、まあ、俺の初の課金。今じゃないですか？いや、今だってピックアップ別に関係ないけどね。やれやれ、いつになったら応援パックを使うんですかね。でもこれはね、本当にもう俺だってずっと無課金で通しておくさ。なんとなくね、そこを金を破ったらさ、なんか、いや、ハンターパックしたやん、みたいなこと言われるやん。それが嫌。いや、私はね。うん。じゃあ、ポロは、ハンターパックは課金じゃないって言いよりは、今は。うん。ただ、俺がこれを使うと、それが課金に変わると、俺は踏んでるんよね。そういう女やけさ。ちょっと、どういうことですか？で、俺は踏んでるから、これもほんと最終的なね、最後の手段でいこうかなって思うよね。まあ、私はね、できれば使ってほしいんですよ。足並みを揃えてほしいんですよ。足並み？俺は課金してないけど、うん、みたいなことをちょいちょい言うじゃないですか。うん、だってしてないもんね。ほら。真実やもん。もう、こういうね、うん、こういう、こう、絡みが嫌だから、早く使ってほしいんですよ。うん、じゃあ、使いません。腹立つ。はい、じゃあまあ今日はこの辺ですかね。ですね。残念やったね。うん、まあまあでもしょうがない。また回しましょう、一話。そうですね、うん。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。